DR7130 は最大出力130馬力の高出力 V3800 エンジンと台形ロング漕ぎ動、クラス最大の陽動板による高いもみ処理能力で、7畳狩りでは業界最速の作業速度秒速 1.8 メートルを実現。この速さと7畳のワイドな仮幅とが相まって、かつてない高能率作業を可能にしました。基本的には今まで今使っている DR6130 とあんまりもうほぼそのままね、ただ1畳増えただけっていう感覚で使ったんですけど、行って帰ってきたらもう2畳分余計買っとるんで、ゆっくり買ってもそれだけ作業効率上がるんで、やっぱその人間に対する負担とか疲労とか、まあ、そんなんがもうやっぱ軽減されるんじゃないかなと思いますね。もう現実的に考えて1日中 1.8 メートルとか2メートルとかそういう刈り取り速度で刈ってると、やっぱ人間も疲れて、その分こうちょっと刈り取り速度を落としてでも余裕がある仕事ができるっていう考え方をした時には、やっぱ7畳の優位性っていうのはね、いいんじゃないかなって思いますね。うん、まあ、6畳に比べてちょっとスピードはまあ少し出なくはしてるって言うんですけれども、で1日作業しているとやっぱり30分から1時間は7畳狩りの方が早く終わってると思うんで、トータルで考えるとやっぱり早いんだなっていうのは実感してます。最初はちょっと1畳増えたことによって脱穀機がエラがるっていう風だったら、スピード出せないんだったら一緒だなと思ってたんですけど、スピードもそれなりに出せるので、だったら楽な7畳で楽な方がいいなっていうふうに思うようになりました。はい、やっとロボットさんが出したかなっていうのが正直なところです。やっぱり想像以上なパワーがあったので、7畳でこんなに足が速いのかなっていうのが実感ですね。もう時間的にもかなり短時間で枯れるようになりましたし、面積もかなり1日の量が枯れるようになりましたね。実際までこんなに本当に能率変わったら本当に買いますよね。